はい、さい、巨人人生やっております、たかっちでございます。ということでいきましょう。グリフィン投手、早速大会で使ってみた。やっていきたいと思います。はい、ということでですね、早速ゲットしましたグリフィン投手をですね育てました。はい、こちらですね、極みにまでしました。早速ね、能力を見た後に変化球の軌道を確認し、もう大会で早速、もう初見なのに速攻で大会で使っていきたいと思います。やっぱりね、大会で使えないと意味ないと個人的には思ってますのでね、どのように刺さっていくのかというのをね、考えながら使っていこうかなと思います。ということで早速見ていきましょう。球威制球が76の同値で、スタミナが73、投手適性が先発で、中継ぎも F でいけます。球種がマッスラ B、 カットボール4、ナックル4、サークルチェンジ2のツーシーム C ということで、まあどうでしょうね、マッスラ、カットボール、ツーシームが生命線になってくるのかなといった印象ですね、今のところ。はい、で次に特殊能力なんですけど、上から超キレコントロール左打者というところで、キレコンがついてるので、キレコンはね非常に強いなと、ビタビタがね発動したら攻められるのかなといったところなので、まあこのね球威と制球を A に持っていくことはできないんですけども、称号でね、まあできるだけ制球を上げたいなと思っておりますので、まあ今まだね称号はしてないんですけども、 A ランクのグリフィンを育成中でございます。果たしてというところで、まずは大会に行く前に、軌道確認見ていきましょう。さあやっていきましょう。キレコンつきましたね。さあではまずね、このマッスラ、マッスラがね普通のストレートとはちょっと違うので、ストレート回転だけどちょっとカット気味に曲がるといったところですね。でカットボールが、はい、こちら4ですね。でナックルが、高さ変わらずこの変化4で曲がっていく。でサークルチェンジが2なので、まあそうだな、あんまりサークルチェンジは使うことはないのかなといった印象ですね。あとは、ツーシームですね、 C、まあ、これだけ動きますよというところなので、まあどうなんだろうね、強いけど、まあ球もね154、ツーシーム150で、まあすごい遅いわけでもないんですけども、まあ正直決め手がない球種ではあるので、まあまっすらの、まあ出し入れですよね、出し入れ、まあもしくはツーシームの出し入れがメインになってくるのかなといったところですね。こういったところでボールになりそうだけどボールにならないマッスラとかね、コントロールいいんで、コントロール持ちね発動した時にはまあキワキワを攻めていくと、あとはまあじらしてカットボールとか、そういった感じの配球になって、まあ時にはナックルカーブもありますよと、ストレートが来そうな位置からのナックルカーブとかね、あとはちょっと打つ気をそらすボール球に投げる落ちないサークルチェンジとかっていうのもたまに刺さったりしますよといったところですね。果たしてこのね球種でどこまで通じるのか、ビタビタを攻められるのかっていったところがね、ちょっとね気になるところではありますね。まあ一応ね、最悪まあ中継ぎ F なので中継ぎも使えるんで、先発でね使えないよって言った場合は、まあ中継ぎ枯渇した場合に中継ぎの枯渇要因として回していくのもありなのかなと今のところ思ってはいます。ということで、さあ組み立てがねいまいちピントはまだ来てないんですけども、大会で早速ね、もう初見なのに速攻使っていきたいなと思います。では大会行きましょう。はい、では早速やっていきましょう。おー、リボン持ちですね。お相手ね4割3分でしたね。レートも8センチ近くあって、結構ねリボン圏内に入ってきてると思われるので、結構相手は負けられないでしょう。このね相手で、どれぐらい通じるのかといったところになるかなと思いますよね。さあ果たしてということで、第9、あーなるほど、ちょっと甘すぎたかな。さあこの、あー広角ついていく、このねグリフ、まあ、キレつきましたね。どうやって攻めていくかで、ちょっとボール球、ボール気味で行ってもろて、はい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 、ここら辺のカットね、ボール気味に、うーんなるほど、ここら辺振らないとなるときついんじゃない、あーどうしようかな、ここら辺のねボール気味になるマスラ、はい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 、いいね、いいね、うん、こういう感じでね、ちょっとずつ、アウトカウントを稼いでいって、これ、ちょっとね、ボール気味になる。よいしょ、振らないんだよね。ちょっとボール気味になるカットボール。ボールでいいけどね。うん、まあまあまあ、仕方ない仕方ない。これはね、オッケーオッケーオッケー。さあ、切れ込んついて相手が広角つかないというところで、
さあこれね、ツーシム、初めてのツーシムじゃない？はいはい、見ていくね。どうしようかな。これボール振らないよね。なかなか厳しいね。さあベストピッチ、こっからのナックルカーブ、オッケーオッケーオッケー。あー取れないか、厳しいね。ちょっとここら辺のレベルの人たちには厳しいかな。なかなか、さあボール球のよいしょ入れ、オッケー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 、ナイスナイスナイス、オッケー。このねボール球の、サークルチェンジをね、うまく打たしていくといったところですよね。さあこのじらし、カットボール、ここ見ていくね。さあどうだ、このストライクかボールか、危ない危ない、ナイス、ファールを稼いでいく。さあなかなか厳しいぞ、これはなかなか厳しい戦いにはなっていますけども、ここは振らないと。でここら辺で1回サークルチェンジを挟んでみたりとかしてみたらどうなる。ボール球、おいしょ。さあこれ OK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 、 ちょっとサークルチェンジで相手がスト2をね、スト2もしくはカットを張ってるところでタイミングをずらしていくというのも一つは手になるのかもしれない。広角ついていってないので、さあギリギリ入るかどうかのカットボール、振らない。これちょっとボール気味の、ギリギリボール気味の、振らないよね、厳しいな。どうしようかな。さっきちょっとサークルチェンジ詰まり気味だったので、いやらしく攻めていく。サークルチェンジ、厳しい。グリフィン投手ちょっと厳しいかもしれない。ちょっとここまでの感想として言わせてもらうと、投げる球がねなかなかないね。これといったボールがねなかなか、ないんで、ちょっと厳しいかな。さあギリギリ入るかどうかのカットボール、これを取れるか、あー取れないか。長径にしとけばまあまあまあといったとこだったんだけどね。さあ代打来るかな、代打来ない。さあ攻めていきましょうか。さあ、パワー比の広角なしはもう外角ですね。外角を攻めていくと、それに尽きるね。はい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 、オッケー。いやーグリフィン厳しいかな。2イニング目どうしようかな、使ってみる、使ってみようか。4割3分相手にはなかなか厳しいかなといったのが今のところの感想でございます。さあ2イニング目ですね。さあ1点も取れなかったわけなんですけども、まあ広角ついているんでね、まあ相手はね一発狙ってきているでしょう。さあキワキワのツーシム来そうな位置、わーっとっとっと、これはミート打ちに切り替えたか。さあどうしようかな、グリフィン投手決め手がないぞ。さあボール球になるカットボール、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。こういうのでね、いやらしくいやらしく攻めていくのがねグリフィン投手の、持ち味になってくるのかな。さあ切れ込んついたといったところでサークルチェンジいってみましょう。ふい、はいはいはい、あーまあこういったところかな。まあ結構リボン圏内の相手にも全く通じないわけではなさそう。なんでねちょっと攻め方次第でもあるけどね。さあどうだ、ボール球でいいけど、はい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 、ここら辺振ってこないんだよねなかなかね。さあギリギリベストピッチ、ボール球、さあ振る、オッケー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 。あーまあ惜しいけどね、こういうキワキワだよね、キワキワを攻めていくしかないというところなんですけども、なかなかこれをね抜けると厳しいな。さあここら辺のねスト2来そうな位置からの、おいしょー、グリフィン投手は4割以上の相手には、使わない方がいいでしょう。